ディズニーピクサー最新作の映画アーロと少年は、恐竜アーロと人間の少年スポットとの友情の絆を描いたアドベンチャーファンタジー。そしてこの映画の日本語版吹き替えキャストが決定しました。安田成美さんがアーロのママ恐竜を演じます。子供を持つ母親ならではの目線で演じられればと思っております。またコアモテ T-REX 一家を演じるのはこの3人。恐竜を演じるのは初めてですが、精一杯声に、優しさと説得力を込めて演じたいと思っております。恐竜役というのはなかなか普通にやれる役ではないので腕が鳴っております。とってもチャーミングで、ちょっとドジなところもあって愛嬌があってすごい可愛らしいやつだなというふうに思いますので、頑張ってやりたいなと思います。